日向坂オタク、もう心がバラバラ。普通にパシフィコで1日目高本卒コン2日目が奈良でよかったやん。なんでわざわざアンダラで卒業セレやったんだよ。ずっとアンダーで活動してきたメンバーが自分の活動してきた場所であるアンダラで卒業セレやるのは理解できる。高本なんてひらがなライブに思い入れもクソもないだろ。卒コンやるレベルじゃないからだろ。だよな、俺もそう思った。そうなったら今後高本より人気メンバーが卒セレだったら、高本は卒コンやったのに言ってお前らが文句言い出す未来が見えるな。影山が単独卒セレした時点でバランスはすでに壊れてるよ。てか高本卒コンやっても残りの1期も高瀬を除いて全員卒コンやるでしょ。佐々木久美、加藤文穂、佐々木美玲、東村芽衣は卒コンやると思う。結局卒コンやるやらないの線引きを東村と高本の間に引くのか、高本と高瀬の間に引くのかの差でしかない。日向の運営チームは職務能力も人間性もあれなのか、そうでなくとも W 佐々木加藤を相手に仕事していると例外なく境界知能化してしまうのか。センターフロント級、単独卒業コンサート、選抜3列目レベル、全体ライブ後卒業セレオア、単独卒業セレアンダーフロントレベル、アンダーライブ後卒セレ、それ以下特になし。乃木坂の基準に照らし合わせていっただけだろう。推し活の正体はエロトマニア、自分が相手に愛されているものだと妄想的確信を抱いている状態。その対象は多くは自分よりも社会的地位の上の人である。自分のアイデンティティに充実感を見出せないため、自分以外の人を通して満ち足りた気分を味わおうとし、大抵の場合は本人よりも社会的地位や階級の高いと考えられている人物と結びつきたいと絶望する。その妄想は決して揺るがない。アイドル好きな男って完全に自分よりバカな女をめでて庇護してる気になってる弱男の典型だよな。どんなに自分が低い位置にいても上から見てる気になれるコミュニケーション不適合者のコンテンツ。正直冠番組に関しては最近はひな愛がダントツだし、そこ作は去年は面白かったけど、あとライブは桜ライブよりひらがなひなたの方が圧倒的にプロのライブだったんだけど、桜は演出とパフォーにほぼ振り切ってる感じでメンバーがあまり出しゃばらないのかな。なんか控えめ感がすごいのよ。あと東京ドームの桜ファンはめちゃくちゃ熱狂的でびっくりした。